アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。フェザー級、台風の目になるのは俺だ。マウンダウンを取ったのはトーマス。西の超新星トーマ。16歳でプロデビューを果たした京都の逸材は目下無敗の5連勝。うわーすごいけよ。練習通りしてるだけなんで、練習通りしたら勝手に勝つんかなと思ってます。11月に誕生した第5代クラッシュフェザー級王者リーミ・タカヒトの首を狙う。当初フェザー級王座決定トーナメントにラインナップされていたトーマだったが、練習中に右手首を負傷。ヘラっていうか病気で、なんかここになんか8個ぐらい骨あるんですか、手首に。その1個に血が回らへんくなって壊死するみたいな。僕は、ステージ1やったんで、2ヶ月か3ヶ月固定で治るって言われたんで、治療に専念してトーナメントやめて、早く試合出れる方を選びました。まあ、余裕ではないですけど絶対まあいけてましたね。はい、3戦目の時にやったんですけど、一番打たれ強かったですね。倒れへんのかなとは思います。でもまあ一回やった相手に負けないんで、絶対僕のこと無視できないと思ってるんで。右手は使えなくても左手だけで練習は欠かさず行っていたトーマ。その右手も今は完全復活。睡眠や食事や時間を全部強くなるために使ってるんですよ。で最近クラッシュや K1 にミーハー感覚で出たいって言ってる人が多いんで、世界一強い選手を目指してる僕がしっかりそこの差をしっかり見せつけて勝ちたいと思ってるんで。今回の復帰戦はベルトを狙うトーマの絶好のアピールチャンス。フェザー級二刀割りという試合をしっかりリングに見せるんで楽しみにしておいてください。アドローキックです。それでも左。無敗を続けるトーマの対戦相手は、沖縄にもこんなやついたんだって思わせたいですね。琉球ビースト稲津光大。19歳から格闘技を始め半年でプロデビュー。21歳で RKA フェザー級王者に輝いた。現在26歳。まあチャンピオンになってちっちゃい団体ですけど、そこで満足してたというか、だんだん気持ちも入らずで、まあぶっちゃけ稼ぎも悪いじゃないですか。それで一旦は辞めたんですけど、やっぱなんか自分が輝けるところは格闘技だなと思って、それでもう一回真剣にやってみようって考えた時に、沖縄にもメジャー団体の K1 ができたっていうことで行ってみようと思って。しっかりした技術もありますし、一発もありますし、はい、破壊力もあるんで、まあ、基本準備琉球でこうやって所属でベルトを巻く姿を、まあ、見たいし、僕も任せたいと思ってます。格闘技で親孝行とかしたいっすね。今反対してるんですけど、格闘技で金稼いで親孝行して。今回クラッシュ初登場で5戦無敗のトーマとマッチアップ。一発目でまあ対戦相手、まあ、トーマ選手、まあ、めちゃめちゃ強いと思うんですけど、でも全然、負けてないかなと思う。全然勝てるかなって思うっすね。まあ大丈夫でしょ。まあ圧倒的な試合で、まあ、勝つなんか当たり前で、どうやって勝つかこだわってます。そう思ってくれたら一番ありがたいですけどね。思うツボじゃないですか。
12月19日後楽園ホール、クラッシュフェザー級トーマ VS 稲津広大。